はいどうも、ノベルトギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、もうですね、7月にも入り、だんだん暑くなってきてですね、まあ8月になってくるとですね、まあ小さい頃は、まあ必ずね、大きな夏休みって言われるものがあると思います。そこで夏休みといえば工作とかしていくと思うんですけども、ダイソーで見つけました。こちら、お家で学ぼう望遠鏡を作ろうっていうことって、ただ望遠鏡を作るだけじゃですね、僕はあんまり動画にしないんですけども、ここ見てください。皆さん、色を塗ってアレンジ、これはもう僕の専門でございます。なので今回は色を塗るっていうよりも絵を描いていくっていうですね、まあ、世界に一つだけの望遠鏡を作ろうっていうのをですね、今回やっていこうと思いますので、ぜひ参考にしていただいてですね、ちょっと興味持ったっていう方はですね、ぜひダイソー行ってみてください。では皆さんと一緒に工作していきましょう。はい、始まりましたけども、今回ですね、こちらね、ちょっとね、初めて僕もね、ダイソーで見つけさせていただきまして、まずね、中身をですね、一回も僕も見てないので、皆さんと一緒にですね、ちょっと初見でですね、レビューさせていただこうと思います。開けてみます。よいしょ、袋はいらないと。で、後ろを見ていただけるとですね、準備するものが比較的に簡単でございまして、なんとハサミと画材っていうね、かっこ色鉛筆などっていうことなので、比較的に準備しやすいものしかないなと思ってて、ここにね、糊とかボンドとかあったらまたですね、別で買わないといけないっていうのがあるかもしれないんですけども、今回糊とかもいらないっていうことで、どういう風に作るんだろうなっていうのがちょっと気になったので、そちらも詳しくですね、皆さんと一緒に作っていければなと思います。中身を見てみると、これはこの用紙って言われるものは別にもいらないかな。まあ分かりやすい解説書付きっていうことなので、年齢は対象年齢10歳以上ですって。小学校4年生か5年生ぐらいじゃないと望遠鏡作ろうはあんまりやらない方がいいっていうか、対象年齢は10歳以上らしいので、まあそこはですね、踏まえてですね、購入するかどうか検討してほしいなと思います。望遠鏡っていうことなので、これね、おもろそう。うわ、見て、みんな、レンズっていうのが入っておりますね。これね、小さい頃だったら多分めちゃめちゃね、うわすげーってなってると思うんですけど、まあ僕のね、26歳でも僕はすげーと思いましたので、多分これね、めちゃめちゃおもろいと思います。で、こちらにですね、説明書が書いてるんですけど、うわ、なんかちょっと文字多いな。セット内容、筒1っていうのがあるので、これが筒ですかね。これは筒、いや違うな、これは筒2の方ですね。そして筒1がこっちかな。これが筒1でございますね。ちょっとね、なんか番号とか振っていただいた方が分かりやすいかなと思うんですが、まあ、実際ね、説明書見ながらこの形通りにですね、描かれてるので、まあ分かりやすいかなと思います。そしてですね、凸レンズと、O レンズか。うわ、なんかね、理科の実験っていうか、理科の授業でですね、凸レンズとか聞いたことあるよね。これちょっと開けとくか。こうやって開けていって。で、こういう感じでございます。あんま触らない方がいいかもしれないけども、もう元からちょっとね、傷ついてますね。これ見えるかな？まんま見にくいかもしれないんですけど、ここ傷ついてるね。ここね、ちょっと怪我しそうな感じがするので気をつけてほしいなと思います。そしてもう一個がですね、ちっちゃい方が O レンズ。そしてですね、こっちのでかい方が凸レンズって書かれております。これね、一緒に作りながらですね、結構なんか勉強になるかもしれないですね。これがまたですね、一つね、いいところかなと思います。しかもダイソーなので、これ100円なんですよね。で、同じようにですね、ここに傷があるので、ここね、あんまり強くやると結構ね、怪我しがちになるかもしれないので、まあそこまでね、こうやってさするぐらいだったら別に問題ないかなと思うんですが、ちょっとね、引っかかりがあるので、ここだけは気をつけていただければいいかなと思います。これがレンズで、で、両面テープがこれですね。これ両面テープ、で、透明シール、あ、これ皆さん、危ねえ、僕普通に捨てるとこだったわ。これね、透明シールです。皆さん、危な危なね、もうレンズが入ってるからこれいらないもんだと思ったらね、まさかこれですね。確かにですね、よく見ていただけるとですね、ここね、丸いね、シールみたいな形になってるので、危ねえね、これ捨てなくてよかった、セーフって感じなんですけど、まあ、今回ね、僕はまずね、絵を描いていくので
で、最初にですね、まあ、この実験の手順って言われるの実験なんだね、これね、今思いましたけど、まあ、実験の手順しっかり読んで手順通りに実験を行いましょうと。で、まあ、最初にね、透明シールで一番外側を使うっていうのが書いておりまして、これ実際待って裏表でさ間違えたらさ、普通にあの絵描くのをちょっとね、あの2回描かないといけなくなると思うんですけど、意外にね、あの表側っていうのが多分ツルツルしてる方で、裏側っていうのはね結構ザラザラしてるので、まあ、それでですね判断できるんじゃないかなと思っております。で、これをですねちょっと折り曲げてみて、全部ねちゃんと折り曲げる場所っていうのは書かれているので、あの、まあ、ここにですね線が入ってるので、まあ、これで普通に曲げていただければいいのかなと思います。で、これが実際は筒なんだね、筒1番なので、まあ、1番はね筒1に凸レンズのカーブが強い方を下に、凸レンズが穴から出るように透明シールを使って貼り付けますっていうね、レンズの縁側を指で押してグラグラすれば下がカーブが強い。これね見ていただければ分かるんですけど、まあ、ちょっと見にくいかもしれないんですが、これね押すとですねグラグラするんだよね。でもこっちだとグラグラしないっていうね、テーブルの上だとねしないので分かりやすいかなと思います。で、これをここにつけて、で、その上から凸レンズが穴から出るように透明シールを使って貼り付けますということなので、もうこれ先に貼っちゃいましょう。もうね貼っちゃって、よし、こんな感じでですね、うわ、なんか懐かしい、見て皆さん、これ見て、僕と同じ考えになった人は多分僕と同じ世代なんですけど、これね、昔ね、僕が小学校の頃とか、行中検査でお尻ペッタンシールっていうのがあったんですよ。お尻にですね、なんか2日3日ぐらい分けてですね、そのシールの場所を変えてですね、お尻にね、思いっきりペーンってね、お尻の穴の部分にペーンって貼って、それでなんかね、提出するみたいな行中検査があった。今ではないらしいんですけどね、まあそれをですね、やってるのをなんかちょっと思い出しましたね。もしかしてのパターンです、皆さん。これこっちの丸を使うんじゃなくて、こっちの外側を使うパターンかもしれない。透明シールは一番、あ、本当だ、書いてる、皆さんここにね、注目してほしいんですけど、僕間違えましたね。透明シール一番外側を使うって書いてました。あぶねー、普通に間違えましたね。でも行中検査懐かしいと思ってくれた方いるんじゃないかなと思いますけど、こんな感じで取れたらこっちを使うみたいですね。で、カーブが強い方はグラグラする方なので、こっちを置いて、で、貼ると。ちょっと待って、綺麗に貼れなさすぎてちょっと困ったんですけど、まあいっか、これはまあ裏だから別に見えなければいいかなって思います。こんな感じで貼れたら OK で、これで1番終了ですね。で、筒1なので、これをこうやって折り曲げて両面テープを貼るって形なので、まずは僕はですね、この子を絵を描かないといけないと思うので、まずはこの子に絵を描いていきたいと思いますので、もうこっからですね、アートの世界スタートいたします。で、またね、手順あったらどういう風にですね動画表現するか分かんないんですけど、説明して、で、また作り上げて、で、また絵描いてみたいな形で、最終的にはですね、世界に一つだけの望遠鏡を作っていこうと思いますので、まずはこの筒1番に僕なりの世界観で絵を描かせていただきます。どんな世界になるのかチェックしていきましょう。レッツゴー。 Living life every day, late at night, not okay, all I want.And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days.はい、今ですね、このような形で筒1番にですね、自分の世界で絵を描かせていただきました。そしてですね、手順に戻るんですけども、これのですね両面テープがありますので、このですねのりしろ部分にこの両面テープを貼る感じですので、ちょっと切っていきますね。切って、そしてこの真ん中ぐらいで切ると、こうやって貼って、よし、貼って、で、またこれを取るのか。こんな感じで両面テープが取れたので、これで、あとはここをですね折り曲げたやつをこうやって入れて、で、ここも入れて、よし、で、ここをちゃんとくっつけた状態でこっちもくっつける。
こんな感じでですね、皆さん筒一番の、まあ、自分の絵をね描かれたですね、まあ、一番ができましたと。どうですかね、デザインはこんな感じになりました。結構ねデザイン性はですね僕もお気に入りのですね絵柄になってるかなと思います。次が筒2をですね、こっちですね、これにあのオーレンズって言われるこれをまた多分、へこんだ方を下に、これねあのさっきねシールさ、この真ん中のさあの蟯虫検査みたいに言ってたじゃないですか。僕これねゴミ捨てようと思ったんですけど、撮影のカメラ止めたらですねこれもしかしているんじゃねと思ってね手順をちょっと見たんですよ。そしたら普通に使うっていうのでちょっと驚きましたけどね。でこれをはめた状態でこうやって貼ると、こんな感じで蟯虫検査のペッタンシールが貼れましたのね。でそしたらあとはおそらくですね、また折り曲げるのは同じで、でこれをまた自分の世界でここに絵を描いてですね、まあこうやってまた組み立てて、ここに両面テープ貼って、でまあ出来上がりかな。そしてここをこうやってねあの重ねれば望遠鏡の出来上がりみたいな形になるので、またですねこちらのアートの世界でですねここ絵を描いていきますので、またねあのどんな風になったかはですねこれのね同じような形で仕上がりをですね見せていこうと思いますので、ぜひ最後の最後までお楽しみください。これでですねもうほぼほぼ世界に一つだけの望遠鏡ができるかと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。ではスタートいたします。レッツゴーパート2。Step 1, wake up really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.はい、今ですねこちら筒2の方をですね絵を描き終えて、同じようにですね、まあ、あの両面テープ貼ってくっつけて閉じたっていう形の状態でございます。まあ、絵柄としてはですねこのような形でですね人間3体をメインに描かせていただいております。このような形でですね、まあ、仕上がってるかなと思います。まあ、同じようなねタッチでね描かせていただいてるんですけども、またねデザイン性が一つ一つ違うようにですね、まあ、心がけました。これをですね次ね、まあ、こんな形でできたので、もう多分ですねもう最後の工程だと思います。組み立てて筒2の方をですね、筒2の方が筒1よりもこっちだね、このオーレンズの方が筒2なので、これをこっち側ですね、このねあののり代の部分を入れればいいのか、こういう感じで入れる、あれこれちょっと待って、この紙って邪魔じゃない？フラップを折り込み、あこれフラップっていうんや。で図のように筒1に、筒2をはめ込めば完成ということなので、これでちょっと待ってください。ここはちゃんと綺麗にくっついてないですね。あの多分ね僕両面テープねこの辺でねあの終わってるんですけど、ちゃんとここね長さきっちり測ってやらないとあのちょっと外れそうな感じしてるんで、そこはね皆さんねあの僕のちょっと性格が出てるので真似しないようにねきっちりねここ測って切っていただいた方がいいかなと思います。でこれをあとはですね入れるだけですね。で筒2を除いてヒントを合わせてよく見える位置を探してみよう。あ、ピントか、ヒントって読んじゃったけど、ピントを合わせてよく見える位置に探してみようなので、ちょっと僕見てみますね。皆さんには見えないかもしれないんですけども、一向にピントなんて合う気がしないんですが、これが逆なのかな、もしかして。ちょっと待ってください。これがもしかしたら、あ、オーレンズが逆説あるので、ちょっと逆にしてみます。よし、いや違うな、これは普通に。よし、もう一回戻して、ちょっと皆さんね見えるかなこれ。あ、待って、なんかカメラ越しだったら見えてるような、いきますよね、ちょっと伸ばします。あ、これカメラの性能がただいいだけかも、しかして。ご注意が、このここねご注意が見えてると思うんですけど、
これカメラの性能がいいだけで別にこの望遠鏡関係ないのかな。なんかピント全部合ってるもんね。わかんないけど、まあピント合ってるような気もしなくもないので、まあこれはですね、もうあとは皆さんがですね、気になる方は買ってですね、自分なりのね、世界に一つだけの望遠鏡をね、作ってみていただければいいんじゃないかなと思います。まあね、今回ね、この綺麗にピントが合ったかどうかっていうのは僕はそこまで綺麗になんかピントが合った気はしてないんですけど、多分僕がちょっとね、ここのレンズの向きを変えてね、間違ってるのかもしれないんですけども、まあそこに関してはしょうがないかなと思うんですが、まあそれ以外に関してはね、世界に一つだけの望遠鏡を作るっていうことで今回ね、作らせていただきました。まあ結構ね、いいデザインになってですね、全部がですね、自分の世界にね、包まれた望遠鏡になったので、まあこれに関しては良かったかなと思っております。でね、一つ僕はですね、これね、絵描いたのはいいんですけども、ピグマのミリペンで描いてですね、こうやって引っ込めたりね、出したりするじゃないですか。それでですね、もうすでにめちゃめちゃ傷ついてるので、まあこれはこれでね、なんかちょっとね、汚れてる感じがですね、僕はね、おしゃれっていうか、使い古された感じがあってね、好きですけども、まあこういうのが嫌だっていう方は、普通に色塗るぐらいにね、止めておいた方がいいかもなと思っております。でも今回ね、このような形でですね、世界に一つだけの望遠鏡を作ることができたので、僕はめちゃくちゃ大変満足でございます。まあ、正直ね、トータル100円でですね、ダイソーでですね、発売されております、こちらの望遠鏡なんですけども、100円のクオリティとはね、到底思いません。まあ、正直、買う価値はめちゃくちゃあります。夏休みの工作にですね、ぜひね、ちょっとなんか作ってみたいな、そしてですね、まあ、望遠鏡っていう仕組みってどういう風になってるんだろうっていうのはですね、ここにも解説が載ってたりするので、結構ね、これめちゃめちゃ簡単に作ることができます。糊もいらないですし、ハサミも、まあ、両面テープ切るぐらいだったので、正直別にですね、ハサミはあった方がいいかなと思いますけども、そんな準備するものもないですし、まあ、僕自身ね、これ絵描いたので何時間もかかってますけども、もう本当にものの10分ぐらいで終わるんじゃないかな、わかんないけど、それぐらいでですね、作れると思いますので、で、まあ、ぜひですね、皆さん説明書はしっかり読んでいただいてですね、自分なりのですね、こういう形の望遠鏡を作っていただければ嬉しいなと思っております。ということでですね、今回はこのような形でですね、ダイソーで発売されております世界に一つだけの望遠鏡を簡単に作れるキットをご紹介させていただきました。僕みたいにですね、こういう形でですね、自分なりでちょっと作ってみたいという方はダイソーに行っていただけるとですね、こういう形のやつがありますので、ぜひよかったらですね、お時間ある時にでもやってみてください。では皆さんと一緒にまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。結構ね、最高なですね、こういうね、もう飾れるかなと思いますね。望遠鏡には多分僕ね、これから使うかって言ったら使わないですけども、こういう形でですね、なんか置いとくのもなんかおしゃれで、ね、いいなと思いました。ということで、また明日以降の最高のアートの世界でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。 Thank you です。ぜひやってみてください。バイバーイ。望遠鏡。